初雪型護衛艦。初雪型護衛艦。初雪型護衛艦は、海上自衛隊の護衛艦の艦級。八艦発揮体制のワークホースタる、汎用護衛艦、DD の第一世代として、昭和52年度から昭和57年度で12隻が建造された。建造単価は、約300億円、昭和52年度。日本では、初となる。 オールガスタービン機関、カガーグを採用し、ヘリコプターや C4I システム、核しミサイルなどの兵装をバランスよく搭載するなど、当時の欧米のフリーゲートと比較しても、遜色のない護衛艦として評価されている。八艦発揮体制時代の第一、世代汎用護衛艦として12隻が建造され、護衛艦隊を長く支えたが、現在では老朽化に伴って、 順次に退役が始まっている。ただし後期立て増艦のうち3隻は延命回収を受けて今後も現役に留まる予定であるほか、戦術の延命回収艦1隻を含む3隻が島行方練習艦として練習艦隊において運用されている。第4次防衛力整備計画4次防を得た昭和52年度計画において海上自衛隊は時代を担う。 新型護衛艦の整備に迫られた。当時としては、早々期に建造した春風型、28DD、綾波型、30から 33DDK、紫型、31、32DDA などの退役が間近に迫っており、これらの大艦が必要となっていた。四次防衛前の海上自衛隊においては、八艦六機体制のコンセプトの下で、 多目的護衛艦 DDA と対戦護衛艦 DDK の2系列の護衛艦を整備していた。しかし情勢変化を受けた研究により、新たに八艦発揮体制、いわゆる新八十八艦隊コンセプトが採択され、これに基づき本型では DDA と DDK を統合する充実した装備が求められることになった。 海上自衛隊では、四次方の時点で、戦術情報処理装置と、艦隊艦ミサイルを搭載した3600トン型、DDA、ガスタービン式と、戦術情報処理装置とタンサムを搭載した2500トン型、DDK を計画していたものの、オイルショックの影響により前者は計画中止、後者も従来通りの青雲型、山雲型後期型の最終艦、遊具も、に、 設計修正して建造されることとなった。本型はこれらの装備を兼ね備え、新88艦隊の機関兵力を構成するものとして計画されることとなった。設計面では、充実した装備と艦型の縮小の両立、オールガスター便推進方式の導入など、多くの新基軸が盛り込まれた。基本計画番号は E109。従来、山雲型。 37DDK 以降の護衛艦においては、ソナーの装備容量の関係から大型のバウドームが設置され、これに伴って主イカリ1個を艦首に格納する方式としていた。これに対して、本型のソナーは春ドームとされたため、艦首の左右両弦に主イカリを格納するオーソドックスなデザインに戻った。このため、山雲型などのバウドーム設置艦から転属した、 上院には戸惑うものが多かった。戦型としては、イスズ型十四で以来の車両、甲板型を基本としつつ、ヘリコプター甲板とミサイル発射機の位置関係や、重心降下策の都合から、船体最後部の7.5メートルを甲板一層分下げた、朝鮮主楼型が採用された。この結果、後部甲板は三段形式となり、かなり変わったラインとなっている。 五甲板と管内の第二甲板との連接部の通路は、ドアを二重構造として、海水の管内侵入を防止する構造としたものの、実際にはあまり効果がなく、常に濡れている床面は乗員を悩ませた。また特にあと看板は波に現れることが多く、渓流装置などの装備品の流出防止や、海水による腐食防止などに悩まされることになった。水洗濯の船型はむね、 雨津風 35DDG と類似している。対戦線のパッシブ線への移行に対応し、水中放射雑音を遮蔽するため、3番艦以降では、船体にマスカー、プロペラにプレーリーが装備され、マスカーは後に1.2番艦にもバックフィットされた。ただしこのシステムの作動に必要な圧縮空気をコンプレッサーで発生させる方式としたため、このコンプレッサーの雑音のせいで、 トータルの雑音が低減されないという問題が生じた。また航空機の搭載に伴い、フィンスタビライザーも搭載されているほか、洋上補給において、ドライカーゴを受給するためのスライディングパッドアイなど、偽装品にも多くの新装備が導入された。フィンスタビライザーは、当初はイギリスのボスパー社製のものだったが、昭和56年度計画の8番艦、山行き搭載分より、 三菱重工業でのライセンス生産に移行した。前期建て造館においては、対抗に定められた、単年度会計における単管の建造費の圧縮の必要性から、排水量低減のため、環境構造をやますと、煙突や格納庫など上部構造物の相当部分に、アルニウム合金が使用されている。ただし、アルミ合金は、熱伝導率が高く、日射熱による、 電子機器への悪影響が指摘されたほか、1975年の米巡洋艦ベルナップの衝突事故の教訓もあり、56DD からはアルミ合金の使用は中止され、船体構造は全て構成とされた。これに伴う重心効果策として、船底に相当量のバラストが設置されたこともあり、同艦以降では基準排水量は100トンの増加を見ている。 搭載艇は DD として初めてカッターを廃止し、格納庫量限の重力式ラビットに7.9メートル内過程2隻を搭載した。本型の最大の特徴は、海上自衛隊発のオールガスタービン推進方式の採用にある、軽量で瞬発性、整備性に優れた航空機転用型ガスタービンの搭載は1970年代後半当時、 すでに列国の数勢となっていた。護衛艦へのガスタービン採用は、これもまた、石狩と気を一にしたものだったが、同艦はディーゼルエンジンと組み合わせたコドック方式であり、オールガスタービンの採用は本型が自衛艦として初めてである。本型では高速用のロールスロイス車線オリンパス、TM3 バイトと巡航用のタイ RM1C の2種を組み合わせたカガーグ方式を取った。 これは、イギリスの42型駆逐艦に範を取ったものであり、エンジン構成もこれに準じたものとなっている。なお、イギリス海軍においては、21型フリゲートで採用された、カガーグ構成を2型駆逐艦、さらには22型フリゲートのバッチに至るまで採用し続けており、本型の機関はこの系譜の防流と言えるものである。ただしこの結果、 最大速力は30ノットに妥協せざるを得なかった。これは、全任の綾波型の32ノットよりも遅く、八艦発揮体制での護衛隊軍の運用上、許容し得る、最低限の速力であった。また、巡航速度も22ノットが目標とされていたものの、実際には各艦とも巡航機全力で20ノット、程度であり、不安が残るものであった。また、 カガーグ機関の宿命として、特に対戦線の場合、巡航用の隊員のままで快適すると、敵艦や領艦に遅れを取る恐れがある一方、高速用のオリンパスへの切り替えが早すぎると、機関艦員に無駄働きを強いる上に、燃料も無駄になることが、艦長のジレンマとなっていた。推進機は5翼、3.9メートル系の可変ピッチ、プロペラ、CPP で、 水中放射雑音低減のため、高機関では、スキュー翼が採用されている。速度制御は、低速時においては、手機の回転数を 100rpm で固定して、翼角制御により行い、14ノット以上においては、翼角は、最大として、手機の回転数により行う。巡航機、RM1C から、高速機、TM3 バイトへの切り替え点は、 回転数 160rpm、速度24ノットであり、全力時の回転数は 260rpm である。可変ピッチプロペラの採用により、従来の蒸気タービン管やディーゼル管よりも、はるかに自由に速力を変更できるようになったことから、微速のもとに、再微速という速力区分が、新され、これは、ガスタービン管のみの特徴となった。 ただしピッチ変更時の雑音が想像以上に大きく、対戦線上の支障となった。従来の上機タービン管やコダド管では、被弾時の高弾性向上のため、両弦の機関を前後にずらして配置するシフト配置が行われていたが、スペースの制約から、本型では両弦に並べて配置する、パラレル配置とされており、全部の第一機関室に、オリンパス、中部の第二機関室に減速装置。 後部の第3機関室に単位を各2機、それぞれ両限に配置している。なお電源としては、ガスタービン主発電機 1000kW1 機、ディーゼル主発電機 600kW2 機、ディーゼル非常発電機 300kW1 機が搭載され、主発電機の合計出力 2200kW を確保した。ガスタービン主発電機は第1機関室、 ディーゼル主発電機は第3機関室、ディーゼル非常発電機は後部発電機室に設置されている。ガスタービン主発電機の原動機は、川崎重工業が自社開発した M1A-0 にガスタービンエンジンであった。本型では、多用途護衛艦 DDA と対戦護衛艦 DDK を統合するとともに、欧米列国の崇勢に匹敵しうる対戦、対空、 大水上のどの任務にも対応可能な戦闘艦として計画された。この要求を実現するため、本型は海上自衛隊のワークホースとして、初めてセンサー、武器を戦術情報処理装置と連接し、戦闘システムを構築したシステム艦とされており、極めてエポックメイキングな艦である。戦闘システムの構成は、その後高波型10から 13DD に至るまで、 基本的に変化せず、その原型となった。戦闘システムの中核となる、戦術情報処理装置としては、シースパローアイビプドムズの全能発揮による対空戦機能充実を図り、国産の1区 -5TDS、ターゲットデシグネーションシステムが搭載された。当初は、知られ型50、50DDH の TDS-2 を元にした、武器完成機能しか持たない純粋な目標指示装置。 TDS とされる予定であったが、対艦ミサイル脅威の深刻化を受けて、立ち風型 46DDG の OS に準じたものとして、機能を充実させたものである。既存の訓練、教育及び機材整備体系との整合性の観点から、ハードウェアは DDG や DDH に搭載されていた装置と共通化されており、電子計算機としては TDS-2 と、 同じくアン、クマイナス20を1、また TDS コンソールとしては、アン、ウヤマイナス4、オジェーマイナス194を4機用いていた。一方、ソフトウェアはすべて国産とされており、三菱電機が開示プログラム業務体との連携下に開発した。本機は、センサー情報をもとに、目標の脅威評価を行い、シースパローアイビプドムズ及び 76mm、 炭素速射法による適切な武器の試行をリコメンドする、すなわちでは機能を備えたシステムあり、性能的にはミサイル護衛艦向けのナ区 -1 ウェスにおおむね、匹敵するものとされている。ウェスや TDPS と比してコンパクトで DD に求められる最小限の機能を保有していた。しかし電子計算機の性能上、将来発展余裕に乏しく、 プログラムの柔軟性発揮が難しかった。また特にコストや電力所要の制約上、標準的な戦術データリンクであったリンク11を搭載できず、本来はラジオテレタイプ T での受信用であるリンク14を通じて受信した情報を入力するという変則的な方式を採用しているが、これは艦隊の情報共有に参加できないという点で戦力の大きな減災となった。 なお、これらが設置される戦闘式書 CIC は、高換性を考慮して護衛艦として初めて主戦隊内の第二看板に設置されている。従来は環境との交通を重視して、その後部の上部構造物内に設けていたが、SSM を被弾した際に、その命中位置が上部構造物になる可能性が高いと見積もられたことから、環境での戦闘式の補佐は、 自席指揮官に委ねて、艦長は、船体内の CIC で指揮を取ることとされたものである。対空レーダーとしては、筑後型42デでで、装備化されたアップス -14B が採用された。これは、予算などの制約、及びシースパーローアイビプドムズの性能を考慮した、選定であり、その性能、安定性は、傭兵者を満足させるものであったが、主体から、 分派されての単独行動時の対空警戒能力には不安が残った。対空兵器としては、全甲板に62口径 76mm 単装速射砲、76mm コンパット砲、完備甲板にシースパロー探査部の発射機を備えるものとして計画された。これは、欧米主要国海軍の同級艦に準じた配置であったが、従来の海事護衛艦では、 全艦が方向兵器の複数装備を行っており、方向兵器一門のみの装備は前例がないものであった。その後、対艦ミサイル防御、ASMD の要請増大に応えて、54年度計画の3番艦、ミネ行きより、高性能 20mm 機関砲、CIWSMK15MOD に、ファランクスブロック例が追加で搭載されるようになり、 それ以前の建造艦にも順次にバックフィットされた。シースパローンサムのシステムとしては、先行して搭載した、白根型、50、52DDH が BPDMS、タンサムシステム1型を採用していたのに対し、本型では、新型の i イ e p d o m s ンサムシステム2型を採用している。射撃式装置は国産化され、1.2番艦では FC、FCS-2 から12、 3から9番五54から 56DD では、FCS-2 から 12A、10から12番五 57DD では、FCS-2 から 12C とされた。またミサイル発射機も速応性を向上させ、小型化した機種とされ、1から5番五52から 54DD では、アメリカ製の MK29、6から12番艦、55から 57DD では、 イタリア製のアルバトロス用発射機をライセンス生産化した GMLS-3 型が搭載された。ミサイルとしては当初は E 型、K 型が用いられていたが後に K、M 型に更新された。また7 6ミリ砲は同年度計画で建造された石狩52でとともに初の導入であった。放射撃式装置 GFCS としては 全艦で FCS-2 から 21A が搭載された。本型の特徴の一つが、ハープーン艦隊艦ミサイルによる長距離対水上打撃力を備えたことにある。これは、同じ52年度計画の小型護衛艦、石狩と同時に導入された新装備で護衛艦隊配備の護衛艦としては、初の装備であった。 ハープーンは四連装の MK141 発射等二機に収容されて、艦中央部の煙突脇に搭載されており、SWG-1HSCLCS による射撃式を受ける。本型では対戦線のパッシブ化が試みられており、艦の近くでは従来通りのアクティブ対戦線、遠くでは国内開発の八十六式エコー式、パッシブソーナー多くはマイナス1。 タクタス及び紹介ヘリプター HS のその部位によるパッシブ対戦線を組み合わせて実施する計画とされた。第二次防衛力整備計画以降の対戦護衛艦 DDK、多用途護衛艦 DDA では、アン、SQS-23 や66式単身技、OX-3 といった低周波ソナーが採用されてきた。これは、 アスロックの最大射程を発揮し得る、探知距離を備えており、護衛艦部隊で活用されていた。しかし、低周波ゆえに長距離探知を期待し得る一方で、その裏返しとして、分解能が低いこともあり、ソナー探知距離内に存在する潜水艦を探知、できないままに攻撃を受ける、スリップと称される、戦術現象の恐れが指摘されるようになってた。このことから、本型では、 遠距離探知はパッシブ対戦線に任せて、艦装備のソナーは、やや探知距離には劣るが、分解能に優れたものとされることになった。当初は、アメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリーゲートで採用された案、SQS-56 が検討されたものの、最終的には、75式単身技オックス -101 の技術を応用して、国産開発された。 オックスマイナス4が搭載されることになった。ただし本型では装備形態がハルソナーとされたが、その際に装備位置が機関室直前とされたために雑音からの隔離が不十分であり、さらに操縦破棄の装備位置が高操縦に生じる、艦首波が砕ける位置とほぼ一致したためにソナー性能の低下を招くことになった。タスの開発が大幅に遅延し、 後日装備とされた1986年に正式化こともあり、OX-4 で犠牲にされた遠距離探知性能の不足が顕在化することになった。たすが、後日装備されるまでは、紹介ヘリコプターのその部位が唯一のパッシブ戦ンサとして用いられたが、その情報を受信、処理するその部位信号処理装置、SDPS としては、知らねが型。 50ddh と同じ丘 -201 が搭載された。また1992年から1995年にかけて全館にアスワックスのバックフィットが行われた。対戦兵器としては環境構造物直前にアスロック対戦ミサイルの8連装発射機74式アスロックランチャー m k 1 1 2 m o d 2 n とも 艦中部量限に68式三原装を単魚雷、発射管ホスマイナス301を設置した。これらは、艦金棒でのアクティブ対戦線に用いられ、SFCS マイナス6水中攻撃式装置による射撃式を受けている。なお、従来の護衛艦装備のアスロック発射機が、ラマークレーンを介した方式であったのに対し、環境構造物下部のタマコから直接次発。 装填する方式に改められている。ダメージコントロールの配慮として、卵が何らかの原因で爆発しても環境が破壊されないよう、環境の側面の壁には円形のブローアウトハッチが設置されている。また、魚雷対策用の栄光式で恋としては、アメリカ製の国産化した栄光具3型が搭載された。当初より電波探知装置、イザムとして、 ノルア -6 シリーズが搭載された。また 54DD 以降で、電波妨害装置、ECM として、オルト -3 が搭載されるようになり、それ以前の建造艦にも順次にバックフィットされた。さらに対ミサイルのソフトキル用として、オルア -9 ミサイル警報装置、r w r m k 3 6 m o d 6 s バック MK1376 連装デコイ発射機2機が全艦に後日装備された。8艦発揮体制をとる護衛隊軍のワークホースとして考えたとき、本型の最も重要な装備と言えるのが搭載する哨戒ヘリコプターである。搭載機種は当初は HSS-2B であったが、後に SH-60J に更新された。搭載機数は1機である。 ヘリコプター艦艦は上部構造物の後方のチューブ艦艦に設定されているが、波浪の打ち上げによるヘリコプター破損を避けるために01艦艦レベルの高さとされた。DDH では上艦艦とされていたが、これで同程度の高さである水線上6メートル。HSS-2B の発着のため全長は25メートル。 また幅は13.6メートル、ローター直径の80%が確保されたほか、航空機の運用の安全性を確保するため、設計にあたっては、ヘリコプター艦板後方の一段低い完備艦板に装備されたシースパロー BPDMS のミサイル発射機には、厳格な高さ制限が課せられ、ヘリコプター艦板後端から行角5度以内とされた。発着艦支援装置として、 ヘリコプター甲板には DDH と同じくベアトラップを設置した。またこれは後に関西ヘリコプターが SH-60J に変更されたのに合わせてロスト J に換装されている。本型は昭和57年度までの5年間で12隻を建造し、また56中業からは改良型の3500トン型、朝霧型 58DD に移行して、 昭和61年度計画までに、両型合わせて20隻が整備された。これにより、八艦発揮体制の4個護衛隊群の所要は、充足され、護衛艦隊のワークホース、基準構成艦の近代化は一段落したと判断されたことから、護衛艦の整備は、地方隊向きに移行して、同年度より2000トン型、アブクマ型61での建造が開始されていた。 しかしでの整備を継続した場合はその間は DD が建造されず、かつ DD を管理いっぱい使用する場合は、52DD の大艦建造は25年後の2002年となる。周辺諸国海軍の近代化を考慮すると、これでは護衛隊軍の任務遂行能力が相対的に大きく低下する懸念があった。このことから海上幕僚幹部では平成元年度で、 での建造を打ち切る代わりに新世代の DD の建造を再開し、これによって護衛隊軍から押し出される本型を地方隊に配備することで、旧型での更新に充当する方針とした。当時、本型はまだ慣例10年程度で、性能面でもまだ世界的に見て高いレベルにあり、また護衛隊軍は新 ADD、地方隊はデと旧型 DD という構図を崩すことにもなることから、 本型の地方大配備については、内局や政府部内からの反発も強かった。しかし護衛大軍の護衛艦の更新を継続し、質的な水準の確保を図るためには、必要な施策であることから、最終的には承認された。この方針に基づき、4400トン型、紫型 03DD や4600トン型、高波型1 d d の配備が進められるとと,ともに、本型は、 地方隊に転属していった。また海上自衛隊の官邸が時代の数勢とともにシステム緩化し、実習員などの教育と訓練もこれに適合したものが求められるようになったため、最終艦島行きは収益から十数年という異例の速さで練習艦に監種変更された。続いて白行き、瀬戸行きも練習艦とされ、白行きの除籍後には、 山行きが転用された。これらの四隻は島行き型練習艦と呼称された。二千八年三月の大改編に伴い、地方隊は護衛艦隊、司令部、横須賀直轄所属の護衛隊となり、これと共に障害ヘリコプター搭載も復活した。この時期より、後期立て増艦のうち三隻、山行き、松行き、朝行きについては延命回収が施され、護衛隊及び、 練習艦隊での運用期間が延長された。尖閣諸島国有海港を続発する尖閣諸島中国船領海侵犯事件に対応するため、国が三型巡視船の新造船が収益する2016年3月までの3年間、退役した初雪型を海上保安庁の巡視船とし、転用する計画が持ち上がった。これを受けて2013年1月に、 海上保安官の担当者が、ミネ行を視察するなどしていたが、同年6月14日に、小野寺一則防衛大臣が、転用計画は、見送りとなっことを発表した。2018年から2019年にかけて5000トン型、朝日型 25DD が収益した時点で、次級の朝霧型はすべて護衛隊軍から、直轄護衛隊に移動した。これに伴い、 護衛隊で保持された初雪型は2隻を残して、体液となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。